インターネット TV の高木幸恵ですコンタクト今回は土屋豊さんとともに映画関連の話題をお届けします今日のゲストはドキュメンタリー映画監督の早川由美子さんです早川さんよろしくお願いいたしますえっと早川さんの最新作はさよなら UR っていうタイトルでえっと UR ってちょっと皆さんよく分かんないかもしれないですけれども えと住宅公団そうです元住宅公団と呼ばれてたところでそこの団地が、えー、と耐震性不足を理由に取り壊されてしまうというのを、はい、にまつわるさまざまな出来事を追ったあのドキュメンタリーになってるんですけど今年の山形のドキュメンタリー国際映画祭で、えー、と上映されて、えー、とそこで。 スカパイデハ賞ですか、はい、それを頂い,いて賞金もたっぷり頂い,いたっていう話もちょっと伺ったんですけどたっぷりかどうかは分かんないんですけど、はい、えっとまあ、はい、映画祭とかまずはど,どうでしたかあの憧れの映画祭だったんであの上映されるだけで嬉しかったんですけど、まあ、賞までもらって、まあ本当にびっくりっていう気持ちの方が大きいですでやっぱり賞金が大きいっていうのが嬉しかったです<ー> <laughs> 何に使ったかは、まあ いやでも私、ま、ちょっと早いかもしれないけど居候生活をしてて <laughs> 2>, 2年半ぐらいあの家賃とか生活費を踏み倒していたので <laughs> それでもうすでに40万円ぐらい取られてしまったっていうのがあるんですけど。じゃあ,まあすごい、はい 楽になりましたね一旦はね<あ>もらそうですね。はい、はい、しばらくはまた行けるかなと思います。<あ> <laughs> はい。はい。はい、そんなあの早川さんですけども、はい、今日はまあそういうまあ、今お話聞いててもなかなかどんな人なんだろうこの人ってみんな思ったかもしれないですけど、とてもユニークなあの人柄なので、その何ですかお人柄に迫るようなお話をできればいいなと思っております。お願いします。お、はい、願いします。ではまずはさようなら UR の予告編をご覧ください。 当時でも UR の空き家募集がね結構倍率が高いの、ね、よ、ね、だから嬉しかったのよ見に来てね建てる時に、ねえ「こんなとこに住むの?」ってあと全部苦労ないです異常な雰囲気相当向こうはね経過したの UR のやり方みたいなもう体がついていけないからもうやむをにやまれず出ていくんじゃないの俺もそう俺もそうだから停留にあるものはやっぱりその公団、ねうん、住宅で耐震性持ち出したらなかなか一般の人は分かりませんからもう専門的すぎてあの市場原理に任していくしかないと思います業務内容はは民でもでもきると私は 思ってるんですね。団地については重要動向に応じて削減を進め。税金使って仕事をしてるっていう意識ないんじゃないんですか。それ許可取ってもらえないと困ります。 えっと、まあ、見ていただきましたけども。あの、横剣最後の方で、えー、っと、何ですか、ちょっと叫んでるみたいな声。あったと思うんですけど、あれ、高木さんのあれでしたっけ。私。あ、高木さんじゃなくて、<laughs> あの早川さんのやつでしたっけ。<laughs> あ、はい、そうですね。私が取材しているところ。ですそうですよね。はい、あの。今、あの、この感じで、なんか、ほわっとした感じなんですけども。映画の最後の方では、早川さんが、あの、なていうんですか。えー、っと、どんどん突っ込んでいって。 あの待ち伏せをしてこう突っ込んでいくシーンみたいなのがあって非常に何かあそこのシーンが印象深く面白かったですけどまああの UR についてはまた後でお話を伺うとしてあのそのさっき言ったようにあの早川さん自身がどんなお人なのかってことをちょっとお話聞いていきたいと思うんですけど最初にあの早川さんと知り合ったというかあのお会いしたのは G8 が2008年に。 あの日本で洞爺湖であったじゃないですかあの時に自衛党の仕組みに対して、えー、と批判的な人反対する人たちの声を伝えようとして、まあ、高木さんも含めて自衛党メディアネットワークというのを僕らにやってたんですけどそこに早川さんも参加してくださってでイギリスから来ていただくということで、はい、僕はその時にイギリスから反自衛党でやってくるすごい。 アナキスとかやってくんじゃないか <laughs> <laughs> すんごいイギリスのパンク文化の中で育ったすごい人やってくるとちょっとが頑張んなきゃみたいな僕は思ったんですけど、はい、で実際早川さんに会ってみるとこういうほわっとした感じで、うん、あのちょっとな,なんか面白い人だなとか思ったんですけどもともとは何か話を聞くと郵便局員とかそういうお仕事を。はい その辺のところからちょっと最初映画をやろうと思ったのかどうなのかとかその辺も含めてちょっと伺いたいなと、はい。あの私 映画監督目指したことは全然今までなくてであて大学の時は法学部だったんですけどその私が卒業する時ってちょうど超氷河期期っってて言われてる時期だったんですねそれで私はその育英会の借金もあったのであのとにかく借金を返したいっていうのとあとそのずっと安定して働きたいと思ってで公務員志望だったんです。そそれででたたたまたま受かっののが郵郵便局でその当時は政 だったたんででですねがそこであの郵便局の窓口で働いてまし<ー>56年ぐらい、うん、はいその時は全然映画を撮りたいとか全く全く<ー>はい全く思ってなくてで、まあ、34年ぐらいで借金を返し終わったらあの辞めたくなって<ー> <laughs> それで、まあ、56年目で辞めたんですけれどもその後も5年ぐらい会社員をしてそれからあの映像に 関わるようになった30を過ぎてから、うん、あの映画を作り始めましたこの「さよなら UR」の前は、はい、あのブライアンを撮ったやつで正確なタイトル何でしたっけブライアンと仲間たち「パーラメントスクエア SW1」SW っていうイギリスで撮ったドキュメンタリーですですよねそれは、はい、あのイギリスで撮られてて、うん、イギリスになんか留学かなんかされたんですか そそれはその5年間勤めたのをやめた上でということです,そうです、ね、なんでまたイギリス留学を、はい あのまあ、辞めてっていうかその時は実は会社は辞めてなかったんですねで私はその郵便局の後会社員を5年間やった時にその、まあ、会社で金曜月曜から金曜まで働きつつその土日の休みを使っていろいろ自分で周りを取材してそれをインターネットとかに載せるっていうのを、まあ、趣味みたいな感じでやってたんですよでその中の一つがその公園とか駅とかにあるベンチ 公共のベンチに真ん中に仕切りとかがついてその、まあ、何のためについてるかって言ったらそれはその野宿の人たちを寝かせないようにするためなんじゃないかっていうふうに思って。その 東京都内にある公園とか駅のベンチを取材してでホームレスの方にも100人ぐらいインタビューをして東京で一番寝にくい椅子を探せっていうテーマで自分で3か月ぐらいかけて土日で取材してそれを「オーマイニュース」っていう市民メディアのサイトが始まったからそこに投稿したんですね、まあ、趣味で,でそれがたまたますごく注目を浴びてしまって。 その変な意味でそのネット意欲みたいな人たちがホームレスは自己責任なんだからそのベンチを占拠させるのはおかしいみたいなそういうなんかコメントがたくさんついてしまってで炎上してしまったんですねその記事がそれがたまたま「ニュース2 3っていう TBS の報道番組の人たちの目に留まって私自身がテレビカメラで取材されて8日間ぐらいでその映像を見た時に私もその。 ジャーナリストの真似事みたいなことを社,あの社会人をやりながらやってたんですけれどもあのその時は記事と写真だけでやってたんですがやっぱり映像で伝えられることってすごいんだなと思ってイギリスにジャーナリストになるための勉強をしに行こうと思ってたんですけどその時に、まあ、ビデオカメラ5万円ぐらいのものを。 買って持っていこうかなと思ったのがビデオカメラを始めるきっかけでした。ジャーナリストの勉強のためにイギリスに、うんうね、行ったってことなんですね。はい、ああなるほどなるほど。ほどうん、その最初の東京でその公園で、はい、その、うん、寝られないようにボコボコなんかつけたような、うん、その辺のところにこう、うん、なんだろう視点が行ったっていうのはどういう経緯からな、うん、経緯というかな感じというか。うん、あのー、まあ。 後付けの理由かもしれないんですけど、うん、あの大学生の時にやってたアルバイトが路上のティッシュ配りだったんですね<ー>、うん、でその時に割と路上にいる人たちと話すす機会が多かったんですよ、うん、でその例えば新宿とかでその、ま、路上生活してる人たちとも話す機会があってでその人たちがあの、ま、どういう経緯でそこに今いるのかみたいなそういう話も聞くことができて。 なんていうかその日本の高度経済成長のなんか裏日本史じゃないけど、うん、その今まで普通に高校とかあと大学とかも行かせてもらってっていう暮らしをしてきてたんですがそういう人たちの話を聞くことで今の日本がどうやって成り立ってきたのかみたいなのを初めて何か。 知る機会があったと思うんですね。がそれで。なんていうか、見方が変わったっていうか、なんか割と身近に感じてたところがあると思います。だからその公務員を目指すっていう時も、その野宿している人たちが。 いやもう女が一生働くんだったら公務員だよみたいにすごい説得されて自分,自分の親からもなんか公務員を目指せとか言われてたんですけどそれはずっと無視してたんですけどやっぱり野宿生活してる人に言われるとめちゃめちゃ説得力があってあじゃあ。 勉強しようかななみたいな、はい、そういうのがな多分なんか,根底にあったかもしれないですそういうことなんですね。うん、でじゃあそれで、えー、とそういう過程を経てイギリスに行って、うん、ジャーナリストを目指しつつそこで出会ったのが、はい、あのブライアンになってくるわけですけども、はい、ブライアンは何でしたっけ「なんとか」っていう公園をずっとそこに住んでるみたいな感じの人でしたよね。若干ちょっと説明してもらえますかね。はい あのイギリスの国会議事堂の前にあの小学校の校庭ぐらいの広場があるんですけどそれがその映画のタイトルでもある「パーラメントスクエア」っていう広場なんですがそのブライアンっていう人は2001年の6月からそのイギリス政府とアメリカ政府がそのイラクとかアフガニスタンにそのテロと戦うっていう名目でその兵隊を送り込んでるっていうのに反対してその座り込みを 結局10年間やり続けた人なんですね、うん、で私は2007年にイギリスに留学した時にたまたまそのロンドンを観光していてそのテントの群れを見つけてで私はその日本で野宿者の人たちの取材をしてたっていうのがあったので最初はその反戦運動をしてる人だとは思わずに「そのあイギリスでは国会の前でも野宿してる人たちがいるんだ」と思って<ー>で近づいてって話を聞いたらその「 イラクとかアフガニスタンの戦争に反対してる。で、もう七年間ぐらいやってる。その人は一回も家に帰ったことがなくて。そこで、もうご飯も作るし、洗濯物も干すしっていう生活が行われてる。っていうことに、私はすごく衝撃を受けて。で、日本だったら国会議事堂の前で。 果たしてこんな生活がどの程度できるのかなっていう、うん、そういうその興味もあってで、まあ、取材を始めたっていうのがきっかけですうんうん、うん、なるほどえっとなんか映像があるんですよねブライアンのやつの、はい、それもじゃあちょっと見ていただきましょうかえっとブライアンと仲間たちパーラメントスクエア SW1、はい、から少しご覧ください was one of the first who went into that place called Bergen Belsen to liberate those people who were being exterminated because they were being called Jew. Or yet, to hell with that! And to hell with this idea that another Semitic people, called Muslims and Arabs, should be the next. No, sir. No, sir. We are here. Witness and save lives. What am I going to do to save lives? We better wake up because the time has gone for too many. And people, each of us is responsible. Wake up, people. Be responsible. Be your best. Do it. And do it today. 2001年6月2日ブライアン・ホーは国会の向かい側のパーラメントスクエアで抗議活動を始めたその日以来ずっと彼はこの場所に居続けているはいえー、っとブライアン。 そうですね今年の6月に、はい、ちょうど講義活動10年目を過ぎたところで最初に出会って声かけてっていうかまず声かけるのど,どうでした緊張感とか。<laughs> あそうですね私はもちろんその戦争反対とかそれはもちろんあの私もそうだったんですけどあの日本にいた時にじゃあ実際反戦運動とかに自分が関わったことがあるかというと全くなかったんですね、うん、せいぜい署名をしたことがあるかどうかぐらいでだからあの一体どういう人たちがやってるんだろうっていう、うん、なんか好奇心の方が大きかったです。うん その彼の言ってることにもちろん共感はするんだけれどもやっぱり私はその場の設定の面白さっていうかこの国会の前で生活しながら抗議活動してるっていうのとあとブライアンのビジュアル的な面白さ <laughs> その頭にたくさんバッチつけて花までつけてるみたいな、うん、そういうのに。 ななんかかかれれたたっっていいうのがあったかもしれないですね、うん、それで声かけてすぐこう受け入れてもらえたかっていうかうまくコミュニケーションがすぐ取れるようになったかどうかみたいなとこなんですけど、うん、あの最初はあのやっぱりもうすごくたくさんいろんな人が取材しに来ては帰っていくみたいな感じの。 場所なので私もあのそのそ1人だろうみたいな感じで最初はそのあちょっと話聞かせてほしいんですけどっていうふうに言ったらあのあごめんん今忙しいって言われたんですね、うん、ででも私じゃあ待ってようかなと思って30分ぐらい横に座ったんですけどあのただタバコ吸ってるだけなんですよでもずっと忙しいって <laughs>、まあ、本人話したくなかったのかもしれないんですけれども<ー>から。 ああなかなか話してくれないんだなというふうなのはあの最初思いましたでもあのそれでずっと私も、まあ、時間あるし1時間ぐらいととか座ってるとあのおもむろに話し始めたんですね<ー>だから私もあのカメラを回し始めてで一旦話し出すとなんかもう自分の独壇場みたいな感じでもう怒鳴るわ歌い出すわもう語りかけるわって。 面白い人だなと思ってそれが最初の出会いで、うん、徐々にこう仲良くなっていってみたいな感じなんですかねそうですねあ<ー>ああのやっぱり私一回初めてあのこの人たちの活動を見てその後家に帰ってインターネットで調べたんですね、うん でそうするとやっぱりあの例えばマスメディアとかは彼が活動を始めた最初の頃っていうのはまあ、もの珍しいし、うん、取材するんですけど基本的には政府に反対している人なので、うん、もうあのだんだん報道しなくなってしまってるんですね、うん、イギリス人でさえもここの場所を通り過ぎる人じゃないとあまだやってるんだあの人は、うん、っていう感じなんですよ。だからあ,あ こんなに明らかに存在してるし活動してるのにやっぱり報道されないとなかったことになってしまうっていうのがそう、ね、私はその一応ジャーナリストを目指してイギリスまで勉強しに行った身だったんですけど改めてびっくりしたんですよね、うん、だからあやっぱり取り上げられないんだったらその、まあ、自分は映画監督を目指してるわけでもないし技術もないけどやっぱり自分で伝えていくしかないんだなっていうふうに、うん 思いま何か、あのー、分かんないっていうかあれなんですけどもそういう、あのー、早川さんのそういう思いみたいなのが多分ブライアンとうま,いうまくコミュニケーションする中で何、あのー、かお互いでつながったところがあるような気がしててほんでなんか、あのー、早川さんがこうコミュニケーションの仕方がとってもこう柔らかで。あのー 話しやすい雰囲気みたいなのを自然とこう作っていってどんどん心を開いていったのかなみたいなところもちょっと見ててあったんですけどそういう意味ではあの次の今回の最新作の,あの UR の方を見てみてもその UR の,その中でえと団地で住んでいる人たちとのこうインタビューなんかも見てみるとすごいこうなんだろうほわんと柔らかいコミュニケーションしてるなっていうのがあってそれが独特というか早川さん作品ならではな感じがしたんですけど。 今回の,その UR に関しても全然知らないところにこう入っていって話を聞いてたみたいな感じですか。そ,それはどんなきっかけで、うん あのこのブライアンの上映会を1年ぐらいやってたんですねでこれ一応反戦がテーマの映画なので日本に帰ってきて本当北海道から沖縄までいろんなところで上映してもらったんですけどあ,のあらゆる社会運動に関わる人たちが興味を持ってくれてで私はそういう人たちと会った時にやっぱり年齢層が高いなと思って。うん、でその 若い人たちは何をしててるんだろうって社会に対して不満はないのかなって考えるとやっぱりその正社員で働いてるなんていう人はまれでみんなその契約社員とか派遣社員とかその時給換算の次契約が更新されるのかどうかも分かんないような不安定な状態で生活してる人が 結構多いいじゃないですかそうするとやっぱり生活に余裕がないしでその都内で住んでる人だとその収入のうちの3分の1とか半分が家賃に持ってかれてしまうような状態だとやっぱり社会に対して不満があってもそのためにわざわざじゃあどっかに行って抗議活動をしようとかそういう余裕がなくなってくると思うんですね。うん 私はその反戦運動の映画を作ったわけなんですけれどもやっぱりあらゆる社会運動の根底っていうのは。 住宅問題があるなと思ったんですね住宅とかが何とかなんない限り、そり声,声を上げたくても上げれないみたいな、うん、それでその住宅問題をのテーマの映画を作ろうと思っていろんな学習会に参加した時にたまたまこの団地の当事者の人たちと会ってそのがきっかけまあその辺なんですか、うん、それを取材したいとまあみんな 他のドキュメンタリーを撮りたい人もそう思うんだけどもそこから先がなかなかか踏み込んでいけなかったりとかかかなな取材がうまくいかなかったりとかっていうこともあると思うんですけどその辺はうまい具合にこうスルスルってこうずっと待っているとか2時間ぐらいずっと待っているみたいなそういうい作戦とかかかあるんですかあのいや今回のこの団地の人たちに関してはあの私、この問題はずっと最初に裁判にもうこれはこのままいくと裁判になるとうう思って。 その本人たちも言っていたのでやっぱり基本的に国と戦うっていうのはまず無理なことっていうか大体は難しいことなんだと思うんですけれどもそれを唯一変えられるのっていうのはまあ世論の動き っていうかそういうことだと思っていて、で私はそれに間に合わせて作るっていうともうほとんど時間がないと思ったんですね。だからやっぱりどんどん取材をしていきたいっていうのがあって、だからその。 うん、よくそのドキュメンタリーの監督さんの中では、まあ、撮る内容にもよると思うんですけれどもその十分関係性を作ってからカメラを回して話を聞かせてもらうっていうそういうやり方もあると思うんですけど私はこの映画に関してはもう,もう私が撮りたいっていう熱意がまずあって、うん、それに住民の人たちも協力してくれたっていうか、うん、なんていうか。うん 興味を持ってくれれたたみいいななところがあるかもし多分さっきブライアンに対してのブライアンの笑顔を見て僕も思ったんですけども今回のに関しても今早川さん言ったように何て言うんでしょう熱意みたいなものがすごい伝わるんですよ伝わりやすいタイプっていうかこのと本当にやりたいんだみたいなそういうところが何か。 パワーとにして伝わってそれに何か応えてあげたいみたいなそんな風になるのかなっていうような感じもしてましてそれで、えー、とホームページ早川さんの見させてもらったら何ですか、えー、とちょっと宣言文でもないですけど、うん、あのことが書いてあって、うんと「マスメディアとは全く異なる視点と手法で大胆かつユニークに映像制作を行うプロダクションを、うん」を やっているというふうにあの書かれてたんですけどもどうなんでしょうそういう今その熱意でもってマ <laughs>、まあ、スメディアとは違うあの何自分が絶対伝えたいことを熱意を持って伝えていくっていうのがまず大きく違うと思うんですけどその大胆かつユニークな映像制作っていうのがどんなこうイメージで書かれてるのかなと思いまして。あそうですね、まあ あの聞こえがいい言葉を選んだっていうのがあるかもしれないんですけど私自身その例えば映像のを学ぶ学校に行って勉強したとかあの映画業界でやり方を勉強したっていうのが一切なくてそていろんな日常生活を取りながらそれをまあ短編として60本ぐらい YouTube に上げることでその撮影とか編集を学んできたっていうのが自分の はああるんですねまあ、それはまあ珍しいことっていうかこれからのあり方なんじゃないのかなと思ってやっぱり基本的に自分の中でやっぱり当事者が発信する情報とかあとマスメディアじゃない人がカメラを持ったその作品の面白さみたいなのに対してものすごくポジティブなあの気持ちを持っているのでうん全然その。 なんていうこうやらなきゃいけないとかあのこういうふうに伝えなきゃいけないっていうのに、うん、こだわることなく。 みんながやっていけばいいなっていうのがあるので、うん、まあそんなふうに書いたんですけど、うんうん、でもあの例えばあのさっきの話にちょっと戻るんですけどその住民の人たちとの関係性その取材をやらせてもらえたとかっていうのはやっぱりその冒頭にも言ったあの私自身がその住まいについてとても困っている<ー>その自分が居候で。 そのもういつ追い出されるかも分からなくて日々自分の住まいを守るために戦っているって、まあ、あの勝手に住み着いて戦ってるわけなんですけれども <laughs> その点で住民の人たちとは違うんだけれどもでもそれであの親近感を持ってもらえたっていうのはあると思います、ね、だって私本当にあの同じ布団に、ね、姉,姉のところに居候してるんですけど本当姉の布団に一緒に寝るっていう生活を2年半ぐらいやっているのでおじこと嫌ですよねそれる いやすそれでもやめないってい住まいを守るみたいな <laughs> <住>自分自身住宅運動を2年半ぐらいやっているっていうのがあるしだからその住民の人たちもそのやっぱり。 もうインタビューに行くと必ずご飯とか作ってくれるしだから私もその食事代を浮かせるために普通はありえないような時間設定だから12時にインタビューに行きますとか<ー>ありえなないいじゃないですか、えー、明らかにお昼ご飯食べに行きますみたいな <laughs> だからで12時にお昼ご飯食べて夜ご飯も食べて帰っていくみたいな。でもそれが逆に 距離を縮めたっていうのもあるかもしれないな。お話はつけないですけど、ちょっと時間になってきちゃいましたね。はい、えっ、ー、と早川さんの作品はいろんな地域で上映会も開催されているんですが、このクライアント仲間たち今度えっ、ー、と三十日に経産省前でテントのところでオールナイトでえっ、ー、と上映会があるということですので、お近くの方はまあ近くじゃない方もぜひ皆さんで行ってみてください。 今回のゲストはドキュメンタリー映画監督の早川由美子さんでした。